世界の一体化。世界の一体化では、世界の歴史において、交通や通信の発達などによって、諸地域間の分業システム、近代世界システムが形成され、固定化され、まだ幾度か再編された、その全過程を表す。歴史事象としては、16世紀の大航海時代以降、本格化し、現在もなお進行中である。主として、 歴史学上及び歴史教育における概念であり、とりわけ日本における世界史教育では平成11年以降学習指導要領の中で基軸となる観点の一つとして盛り込まれた。1953年、鈴木聖高は世界の一帝化の中でアーノルド・ジェート・インビーが文明史の立場からダイコールが迷子をそれ以前と春別し、近世に着目して、 世界の一体化の進展を論じていることに着目した。そしてジュール・ベルヌの80日間世界一周を例示しながらコミュニケーション革命の進展とその重大性について解き起こし二度の世界大戦を経て世界の完全なる同時化が実現したと指している。それ以後も区の利き区を世界の一体化を中心とした世界史の構成1970年 中山治一、世界の一体化、1975年など、この用語は広く使用された。世界の一体化は、意味合いとしては、グローバル化やグローバリゼーションと、ほぼ同義である。学際的に、グローバリゼーションの概念に取り組んだ、イタニノボルシオタに登る使編、グローバリゼーションでは、先駆者的な存在として、ウォーラーステインの世界システム論を掲げている。ウォーラーステイン自身は、 グローバリゼーションという言葉は1980年代の発明だとしている。世界の一体化における分業関係は、ウォーラーステインが指摘し、平成11年改定の高等学校地理歴史化、世界史英学習指導要領が言及するように、経済的不平等、経済格差を伴っている。また、ここで言う一体化とは、経済的不平等を生み出しながらも互いに、 結びつきが深くなることを意味し、切り離すことが、いよいよ難しくなる傾向や様態を表しており、同一化や平準化は含意していない。1966年に発表された、アンドレ・グンダー・フランクの論文、ラテンアメリカにおける低開発の開発は、それまでの先進国と後進国の対比によって、語られる低開発イコール発展段階の遅れとする、型を否定し、 サテライト、衛星諸国の低開発は、メトロポリス、中心諸国の開発によって作り出されたものであると、主張して、衝撃を与えた、低開発の開発。フランクによれば、イギリスにおける開発とインドにおける低開発はいわば、コインの裏表であり、一つの歴史的なプロセスにおける二側面である。世界資本主義とは、このような裏表をなす二つの部分により成り立つ。 構造なのであり、開発と低開発の問題を考慮するには、この構造そのものを検討しなければならないとした。エジプト出身の経済学者、サミール・アミンは、フランクの従属理論を踏襲し、経済学的に展開することを試みた。彼は、世界資本主義を中心部と周辺部とに二分して、両者の関係をフランク型案に経済余剰の獲得と、 重要な対立として説明したのに対し、彼はこれを分業構造であると把握して、以下の4つに分けた。このうち周辺部の資本主義が1と3を、中心部の資本主義が2と4を引き受けることによって、後者が前者を支配するとした。そして、世界資本主義の2つの部分を、マルクス主義でいう社会経済構えであるとし、 それぞれが資本主義的生産様式の組み合わせではあるが、中心部が資本主義に順化する傾向を持つ一方、周辺部ではいくつもの生産様式が残り、いつまでも並存するものとして捉えた。アメリカ合衆国の歴史社会学者、イマニュエル・ウォーラーステインは、アフリカ研究から出発して九百七十年代に、従属理論の影響の下、マルクス主義に近づく一方、歴史に、 長期的及び短期的変動の組み合わせを見る、フランスのアナール学派の歴史家、フェルノン・ブローデルの社会史、全体史その他、カール・ポランニーの経済人類学の方法なども取り入れ、独自の世界システム論を打ち立てた。彼は、それまでの歴史学は、世界史を国家や民族のリレー競争のようなものとして描いていると批判した。つまりそれは、どの国や民族も、 同じ段階を辿ることを暗黙の前提としており、それぞれの国や民族にとって、今どの段階にあるかを知ることが肝要となる。しかし、ウォーラーステインは、特に16世紀以降の近代世界は一国史の寄せ集めではなく、一つの大きなシステム、世界経済であり、個々の国や民族はこのシステムを構成する要素で、あるとした。こうした立場に立つと、重要なことは、 システムの内部においてどのような役割を果たしているかということになる。川木とミノルはウォーラーステインの諸論をヨーロッパ中心士観だとするような批判があるが、それは誤解であり、世界システム論における世界とは広範な分業体制だとしている。それによれば、世界がグローバル、すなわち地球的になったのは近年の現象に過ぎず、それこそ近代世界システムの成長の 到達点としての現象なのであり、かつては地中海世界、東アジア世界など、いくつもの世界があったのだとしている。ウォーラーステインは、フランクやアミンら従属理論の影響を強く受けながらも、それが中心と周辺の関係が、固定的に捉えがちな傾向にあったことを考慮して、過表に示すように、両者の垂直的分業関係の間に、中間領域として半周辺を設け、 世界システム構造の複雑性を指摘すると同時に内部における上昇や衰退の可能性をより的確に把握できるようにした。ウォーラーステインによれば近代世界システムは中核、半周辺、周辺の三部分から構成され、それ自体の内的運動によって不断に膨張しつつ変化する指摘システムである。そのシステムは資本主義的な世界経済の形態をとり、 この世界経済は長期の16世紀にその起源を持つ。そして、効能による再分配の様式。これをブローデルは経済上のアンシャンレジームと呼ぶから、全く異質な社会システムへの移行があったとしている。また、資本主義的な世界経済は単一の分業によって結ばれておりながら、政治的には多中心であり、文化的にも多様である。その点が、 16世紀以前の世界帝国とは異なるとした。指摘システムとしての世界経済の変動には、循環運動と長期変動がある。前者は、資本主義生産の無政府制という高需要の限界から生まれ、ほぼ4、50年の周期で繰り返される拡張と、公共、停滞と不況の二局面の交代に代表される。対する後者は、利順増大のための生産所要素、 財貨、土地、労働力の不断の商品化、生産における、機械化、世界経済の地域的広がり、さらには、社会運動、労働運動ないし民族運動の形をとった反、体制運動として現れる。この二者の相互作用の上に、世界経済は発生、成長、衰退、死滅の経過をたどるであろうとした。また、ウォーラーステインは、 世界経済における循環運動に呼応して、その上部構造である国際システムに勢力均衡と派遣、ヘゲモニー国家の出現の周期的交代が起こるとした。勢力均衡を支えるのは列強、すなわち中核と半周円の諸国民国家であり、各国の支配階級が世界経済で自己の利益を追求するための手段であるが、それは国際システムの構成要素に過ぎず、 必ずしも自律的な存在ではない。諸国家間の勢力均衡は中核のどれか一国が世界経済を一元的に支配することを妨げる。世界システム内においてある中核の国家が他の中核に属する諸国家を圧倒している場合、その国家を派遣国家と呼ぶ。ウォーラーステインによれば表に示したように派遣はオランダ海上帝国、イギリス帝国、 アメリカ合衆国の順で推移したとされる。ウォーラーステインは、オランダの派遣を1625年から1775年にかけてとしており、オランダ以外のいかなる国も、これほど集中した、業種性のある、統合された、脳イコール工業生産複合体を作り上げることが、できなかったと評している。しかし、ウォーラーステインに指示した、山下の久は、 派遣と呼びうるか疑問を提している。これらに共通するのは、その国が派遣のピーク時に生産、流通、貿易、金融の各分野で相次いで優位に立ち、軍事、政治そして文化の各領域で、その支配と価値を他国に強要できることである。しかしその派遣は失われ、再び列強が退治する勢力均衡へと道を譲る。なお、ウォーラーステインは、 世界が資本主義と社会主義に分断されていると理解されてきた冷戦期にあっても世界経済の一体性を強調した。彼はソビエト連邦が近代世界システムの中でアメリカ合衆国と政治的には敵対することでむしろ機能的には世界経済を安定化させていると論じている。このように整理されたウォーラースティーンの考え方は 彼の学問上の詩であるブローデルに影響して、その物質文明、経済、資本主義において、世界イコール経済という形でより広い視野のも、多角的な資格から考察されている。さらに、国際政治学にも影響を与え、ジョージ・モデルスキーの覇権循環論、超派理論に共感を持って迎えられるなど多方面に、わたる影響を及ぼしていい。彼は、など、 一連の経済発展段階説を乗り越え、世界を一体として把握する、挙手的で新しい歴史学の道を開拓した。1998年、平成10年7月の教育課程審議会答申では、高等学校地理歴史科世界史への改善事項として、次のように指摘されている。このような指摘を受けて、1999年、 平成11年3月29日、世界市営の新しい高等学校、学習指導要領が告示された。以下に3つの大単元とそれぞれの単元目標を示す、中項目以下の内容については省略する。この改正によって、初めて、世界の一体化の用語が登場しており、そればかりではなく、世界市営は、世界の一体化の観点を基軸とする科目として、 再構成されたと言って良い改定内容となっている。なお、同指導要領は、平成14年5月、15年4月、15年12月に、それぞれ一部改正がなされている。世界史 B では、諸地域世界の結合、世界の支配、従属関係を伴う一体化の観点からの内容が盛り込まれた。それを受けて、現在、 高等学校の世界史教科書では各社とも世界の一体化の化を重視しており、特に世界史 A では要語句として扱っていて、世界史 B でも要語句として載せている教科書がある。世界史 A 教科書の執筆に携わった近藤和彦東京大学のグローバルの世界史では、世界史教科書の組み立てと歴史の書き直しに関する感想、 グローバリズム時代の世界史にまつわる諸論と展望を展開している。大学教育においても、世界の一体化の観点は、近年極めて重視されており、講義シラバスなどに、当該用語を用いる例が増えている。田中光、大阪教育大学の、講義シラバス、近代世界システムの歴史と現在などが該当する。なお、学術的論文においても、中沢勝蔵、 広崎大学の論文、近代世界システム論の射程、重症主義の位置づけをめぐってのように、世界の一体化の要領は一般的なものになりつつある。世界主英進学修士導要領では、全近代を諸地域世界と交流権として扱うこととするのは、上述の通りであるが、その中で諸地域相互の交流を促進し、世界の一体化につながるような交流権の成立に、 寄与したのが、モンゴル帝国であった。すなわち、十三世紀、ユーラシア大陸では、モンゴル人が、東アジアから、東ヨーロッパ、イスラーム世界を覆う偶然の大帝国を建設し、それにより、各地で勢力の交代が起こったのである。モンゴルによる征服は人々に、恐怖の記憶を刻んだが、その一方で、タタールの平和、パクスタタリカという言葉に表現されるように、 モンゴル人によって、ユーラシアと北アフリカの処置が、政治的、経済的に互いに結びつけられ、国際色豊かな統治体制とそれに支えられた、遠隔地商業など、東西交流が、その宗教的寛容も、相まって、空前の繁栄ぶりを呈した。情報技術が整備され、交渉という紙幣が作られ、蛇口、液伝性が各地を結んだ。杉山正明。 岡田秀弘らを主とする中央ユーラシア史の研究者からは、この十三、十四世紀の大モンゴル時代を世界史における一つの分水嶺と捉え、近代につながる諸要素を指摘する声が上がっている。杉山らは、モンゴル帝国が陸上だけでなく海上ルートのシステム化をも推進した、結果、以後の陸上国家は単なる陸上国家ではなくなったのであり。 16世紀に流盛を誇ったロシア帝国、オスマン帝国、ムガル帝国、明朝などの大規模国家、ユーラシア近世帝国は、モンゴル帝国及びその地方政権の後継国家としての性格を有し、いわゆる大航海時代もモンゴル時代を前提にしなければ理解しにくいと指摘しており、比較文明史や世界システムの論者もこの観点に着目した諸論を展開している。また、 モンゴルが世界史に果たした役割を重視する知識人も少なくない。13、14世紀のヨーロッパでは西欧世界が十字国や東方植民、イベリア半島でのレコンキスタなどによる膨張運動が展開され、これらはいずれもイスラーム世界に対するモンゴルの衝撃と深い代わりを有していた。そして、その中で特に地中海沿岸やバルト海沿岸、及び両者をつなぐ。 内陸部に、顕著な都市の発達が見られ、王権の慎長という新しい歴史の動きを生んでいた。そしてまた、ポストモンゴル時代の遊牧民は、近世以後も諸帝国を結びつける役割を果たした。杉山は、ポストモンゴル時代のティムール帝国はじめ一連の、モンゴル国家、秋よモンゴルから、最後の遊牧王国トゥダーニーアサ、アフガニスタンまでの流れを、清オスマン、 ムガルと共に、第五の波と称している。モンゴルによって生じたグローバリゼーションの目は、16世紀以降の世界の一体化と深く交応していた。大航海時代における海洋の時代を迎えるまで、ユーラシア内陸部では、馬が一種の船の役割を果たし、古代から中世にかけて、歴史的に形成されてきた諸世界を結びつけたのである。イカの 各記事を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。